初期にすぐ故障するようなものを世に出さないための試験であって、加速試験がこれから寿命が分かるものでもありません。この試験の何倍の試験を自分たちはやってますよということを謳い文句にして販売しているメーカーもある。なるほど。だから1000時間は最低限のレベルだと。どうも、峰本です。このチャンネルでは太陽光発電の科学、経済、そして未来についてお話しします。今回はシーズン14の第2話です。シーズン14では新潟大学の増田篤史先生にお越しいただいて解説していただきます。増田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。増田先生のプロフィールは動画タイトル下の説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。では今回は寿命をどう予測するのかについてお話しいただきます。第2話のポイントは、まずその寿命を予測するための加速試験の方法とその課題です。それからその次に加速係数と寿命予測についてお話ししたいと思います。まず加速試験の方法と課題についてお話します。加速試験でよく知られているものは国際規格である IC61215 などで定められているものです。例えばこの太陽電池モジュールに対してどのような処理を行った後にどのような試験を行うか、でそれぞれに対してどういったモジュールを何種類ぐらい用意して、最終的にどのような判定基準でその太陽電池が合格とするかと、そういったことが書かれています。ところでこの国際規格に定められる加速試験というものは、残念ながら初期故障の検出を目的としているものでありまして、この加速試験に合格したからといって信頼性を十分に反映できるものではありません。例えば下の図をご覧ください。縦軸は出力の変化率、横軸は加速試験の時間を表しています。加速試験の合格ラインは初期値に比べての性能低下が 5% 以内ということです。でこの場合、例えばその下に書いてあります加速試験時間、これが1000時間、高温高湿試験ですと1000時間で判断することになっています。そうすると通常クラスのものも A クラスのものも特 A クラスのものも全て合格になります。でもこの加速試験を例えば3000時間やりますと、通常クラスのものは非常に性能が低下しています。これに対して A クラスのものと特 A クラスのものは性能が低下していません。5000時間やりますと、今度は A クラスのものも低下します。特 A クラスのものはあまり低下が大きくありません。このように1000時間の加速試験では信頼性が良いものもそうでないものも同様の結果になると、こういった課題がございます。なるほど。いや、これはやはり多くの専門家の方でも加速試験通ったら寿命予測できるんじゃないかと思っている人はもうたくさんいるんじゃないかと思うんですけど、そうじゃなくて初期故障の検出が目的ですね。そうですね。初期に、すぐ故障するようなものを世に出さないための試験であって、加速試験で信頼性の良し悪しを言えるものでもありませんし、またこれから寿命が分かるものでもありません。なるほど。でこの図を見ると通常 A 特 A ってあるんですけども、この1000時間っていうのは結構軽いもんなんですか。軽いというか、それぐらい普通に作ってたらパスできるよっていうレベルのもんなんですか。そうですね。日本のメーカーはこの3倍の試験時間をパスしたものでないと商品にしていないということは聞いています。あ、そうなんですね。それってオフィシャルに言うようなオフィシャルに言うような話ではないかもしれませんけ ど、 あ、なるほど。でもそれを歌ってるメーカーもあります。この試験の何倍の試験を自分たちはやってますよということを謳い文句にして販売しているメーカーもあります。なるほど。なるほど。だ1000時間は最低限のレベルだと、なるほど、はい、思っていただいた方がいいですよね。なるほど。だこの通常クラス、 A クラス、特 A クラスとあって、はい、その1000時間ぐらいは当然パスして当たり前だと。そうですね。で日本のメーカーであれば例えば3000時間とかを超えてますよっていうのを歌って、そうですね、販売促進していると、はい、あ、そういうこと。でも逆に5000時間持たせないといけないかというと、それもよくわからないですね。分かんないですね。それはオーバースペックになるかもしれないですね。なるほど。例えば本当に寿命が50年とかいうモジュールを作っても、はいはい、家が50年持つかという話もありますよね、どこに設置するかにもよります、それは。なるほど。本来目的に応じた寿命っていうものがあるはずなんですけれども、だから全部に対して同じ寿命を、求めなくても当然いいわけですし、その用途に応じた寿命とそれを正確に予測できる技術というのが大事だと思います。なるほど。で例えばその巷では DH 1000時間で、はい、屋外10年だよみたいなことを言うと思うんですけど、はい、あれはもう根拠なしなしではないですよね。なしある程度の経験則ですけれども、
科学的根拠はないと言ってもいいと思います。科学的根拠はまあないと言ってもいいかもしれない、はい、屋外と言ってもどこに置くかによっても全然、うん、違いますし、その10年というものをどう言って導いたかということは多分誰も説明できないんじゃないでしょうか。なるほど、まあ、目安と思った方がいい。そうですね、目安ですよね。なるほど、はい、よく故障なんかを描くときにバスタブカーブというのがありますけど、はい、まあ、これは要は初期の故障が起きないことを、まあ、ある程度裏付けているということかなと思います、はい、強調した方がいいですね。そうですね、はい、はい、メーカーが定める保証期間というのはこれは寿命ではありません、はいはい、その時に何かが起きたら保証しますよということを言ってるだけですよね、うん、交換という意味ですかね。そうですね、はいはい、それから信頼性の高いモジュールを正当に評価できる新しい試験法、はい、今のような試験法ではない新しい試験法の開発が重要です、うん、はい、それから厳しい加速試験に耐えたからといって、はい、必ずしも長期信頼性が担保されるわけではありません、うん、それはなぜかというと、例えば高温高湿試験に仮に1万時間持ったとしても、はい、それは高温高湿ストレスに強いだけであって、うん、屋外に実際に置くと紫外光も当たりますし、温度変化もあります、うん、そういろんなストレスが複合してモジュールに引火されるのが屋外環境ですから、はい、うん、ある一つの加速試験に耐えるということは別に他の負荷に対して強いということを言ってるわけではないですよね。なるほど、はい、うん、単にオーバースペックになる可能性があるかもしれません。なるほど、うん、じゃあなんでやるのって話になりますよねじゃあなぜ加速試験をやるのかっていう話になるんですか。まあ何らかの基準というか、はい、最低限満たすべきものっていうのは必要ではないかなとは思いますけどね。ね、はい、なので初期故障しないようなっていう、はい、そうですね、はい、なるほど、はい、それで加速試験の一番の問題は屋外暴露で発現するような劣化を必ずしも再現できないわけです、はい、うん、それはまあ、先ほども申し上げましたけれども、屋外ではさまざまな劣化要因が組み合わさって劣化を、はい、催します、はい、ですからそのようなさまざまな要因を組み合わせた複合加速試験と言ってますけれども、そういったものの開発が非常に重要になります。特に太陽電池は光が当たって、はい、キャリアが発生し、発電するデバイスですので、光照射との複合加速試験というのは非常に重要であると、このように考えています。でも高温高湿試験も温度サイクル試験も光は全く当てずに行っているわけですよね、なるほど、ですからここはやっぱり大きな問題ではないかと思ってます。一方でですね、はい、そのいろんな劣化要因というのはあるわけですけれども、はい、それを同時に3つも4つも組み合わせた試験というのはこれはなかなか現実的に行うのは難しいわけです、はい、うん、で特に今光照射との複合加速試験というのは非常に重要であると申しましたけれども、はい、メーターを超えるようなサイズのものに対して照度を均一にするような試験でありますとか、はい、あるいはその光照射中に温度を一定に保つような試験、はい、うん、こういった装置はできないわけではありませんけれども、はい、コスト等の観点から考えると、うん、まあ、非常に難しいもの であるということで、はい、そういったことで光照射との複合加速試験というのはあまり進んでいないというわけです、はい、でいずれにしても屋外で生じる劣化と同じ劣化を加速試験で生じさせることは難しいと言わざるを得ません。これもしも加速試験を小さいサンプルでできたらこういう複合試験というのも簡単にできるようになるんですかね。そうですね、私たちの研究室では実際に小さいサンプルで光照射との複合加速試験なども、はい、うん、行ってはいます、はい、まあ、ただ屋外に設置するような大きいモジュールでちゃんと認証を取ろうと思うと、はい、やっぱりそのものそのものを試験しないといけないからやっぱり複合試験は難しいという。そうですね、まあ、我々の立場はそのなぜ劣化が起きるかとか、はい、そういったメカニズムを探る上では、はい、小さなサンプルでも十分だと考えてます、はい、でもメーカーにとって認証を取るための試験というのは実際のサンプルでやらないといけない、うん、わけですので、まあ、そういった意味では少し立場も違いますので、はい、メカニズムを知る立場かそういった認証を取る立場かということで、うん、実際の認証を取るような試験というのはやっぱりかなり難しいしコストもかかるのではないかと、うん、まあ、そのように考えます、はい、それで、まあ、どのように試験法を作っていくかですけれども、まあ、屋外暴露でいろんな劣化事例を観測することは非常に大事だということは申し上げました、はい、そういったことから、屋外でいろんな劣化事例を集め、そこから劣化のメカニズムを推定して、うん、その劣化機構を反映させるような試験法、うん、まあ、こういった開発の仕方というのは重要ではないかと思います、はい、うん、屋外で起きないような劣化 を発現させてもそれは仕方がないわけですから、うん、いかに屋外で起きるような劣化に近い劣化を加速試験で発現させるかということが大事だと、まあ、これはちょっと忘れてはいけない観点だと思います。
で、そのような試験法を開発し、試験の結果、それから屋外での劣化事例を対比することで、はい、試験法の妥当性というものを検証できるのではないかと考えています、うん、なるほど、はい、一方で試験にもコストはかかります、うん、でコストを削減するためには試験時間を短縮できるような、はい、いわゆる高加速試験、はい、例えば温度85度湿度 85% で行っているような試験を、はい、もう少し温度を高くする、湿度を高くする、まあ、こういったやり方も一つあるかと思います、うん、でもそこで実際に屋外で起きないような劣化を起こさせてしまうと、うん、まあ、いわゆる劣化モードが変わってしまいますので、そうならないような注意を払った上で高加速試験というのは開発すべきかなと思っています。今の劣化モードという言葉が出たんですけど、はいはい、要は屋外では絶対起きないような劣化の仕方、劣化の仕方のことですね。そうですね、例えば屋外で起きないような温度まで温度を上げてしまうと、例えば高分子の材料の変化の仕方なんかが変わってしまいますから、はい、そういったものは屋外では上がらないような温度まで上げることが本当に正当かどうかということはよく考えないといけませんよね、はい、なるほど。例えばハスト試験なんていうのは121度まで上げてますけれども、はい、あの温度っていうのは屋外ではほぼ少なくとも地球環境の上では起こり得ない温度ですから、はい、それで確かにハストをやると加速はするんですけれども、はい、その加速は本当に劣化モードがじゃあ80度ぐらいまでの場合と変わってないのかどうかっていうのはちゃんと検証してから物事を言っていかないといけないと、まあ、そのように思ってます、はい、ハストというのは普通の加速試験よりももっときつい条件の方がハストで、はいはい、そうですね、それをやったらもっと例えば100時間でいいよとか、うん、今までの1000時間をもっと短くできると、はい、いうことでとても良さそうなんだけども、うん、もしも劣化モード変わったら何やってるのか分からなくなっちゃうので、はい、そこはちゃんと劣化モード変わらないよっていうのをはっきり証明した上でやらないとダメだよね、はい、ってことですね、はい、おっしゃるとおりですね、はい、なるほど。それから、はい、設置地域が違えば当然求められる試験、うん、耐えうるべき環境も違うはずです、はい、砂漠なのか、うん、もっと寒いところなのか熱帯雨林なのか、はい、ただ今はどこの設置地域に出すモジュールも同じ試験をやっています。でこれはまあそのメーカーの立場から言うと、例えばそれをまた別のところに移す転売するなどということがあったら保証できないから、はい、そうですね、全てのところが同じという考えですけど、それが本当に効率的か、はい、あるいは場所によってはそれでは不十分ではないかとかですね、うん、そういったことも言えると思いますから、はい、本来はどこに出荷する太陽電池はこの試験をパスするとか、そういう考え方にしていかないといけないのではないかと私は思います。なるほど、まあ、例えばアマゾンに置くんだったら、このモジュールはライフが15年ですよとか、はい、まあ、そういう言い方もできます ね、 ですね、逆ね、はい、で日本に置くんだったらこれ25年持ちますよとか、はい、砂漠やったらもうちょっと短いですよとか、そういうなんかやっぱ表記を変えるとか、うん、でもそれ15年とか20年っていうのは逆に言いにくいので、はい、まあ、でもアマゾンに出荷するんだったらこれだけの試験はクリアしましょうとか、はい、日本だったらこれでいいですとか、うん、そういう試験のやり方を変える方がいいんではないかなと思います。これはなかなか解決が難しい、ね、解決が難しいですよね、これは、ね、はい、私もなかなかそれに対する解決のいいアイデアってのは持ってないんですけれども、はい、うん、なるほど、まあ、そういう課題があるということですね、はいはい、このチャンネルでは太陽光発電の地図を公開しています。この地図には太陽光発電の原理から材料の種類、応用展開、そして社会の脱炭素化に関するキーワードがほぼ網羅されています。動画タイトル下の説明欄のリンクからこの地図の解説動画、そして地図の電子データもダウンロードできますので一度見てみてください。